県内の公立高校で今日から入学試験が始まりました受験生たちは緊張した面持ちで試験に臨んでいます県教育委員会によりますと県内の公立高校入試 A 日程には全日制31校75課に3543人が志願していて志願倍率は0.72倍です 志願倍率が1.40倍と最も高くなった南国市の高知農業高校生活総合科には40人の定員に対して56人が志願していて受験生たちは今朝緊張した面持ちで最初の試験国語に臨んでいました試験は今日明日の2日間で今日は学力検査が明日は面接などが行われます 合格者は今月14日に発表されます。